村長ミュージックスタジオはい、みなさんこんにちは、村長です、えー、今日はですね、イージーベースを先日購入したことからトーントラックシリーズのイージーキーズそして今回のイージーベースこれらでですね 今まで自分がとっても不便なことをしてたことを少しお話ししたいと思います。まずは前からあるイージキです。イージキの画面を少し大きくしたいと思います。イージキはここにコードを打ち込んでいってですね、そしてフレーズを作っていくという操作ができます。それでもですね、ここに今すぐにコードを打てるわけではなくて、まずは ライブラリーから、えー、自分のまあ適当なパターンを選択しましてちょっと聞いてみるとこうしていいなと思ったものをドラッグしましてそうするとここにですねコードを打ち込めるようになるわけですね例えば こんんな感じにコードを打ち込んでいくと。この作業が案外ですね手間取ってましてそして例えば普通にデリートキーなども使えませんので編集もまだまだ EasyKeys っていうのは現在のソフトウェアにしては少し更新的な部分があります。 リムーブで消しますこのエディターを使うのにとっても自分なりに不便を感じていましたそこで今回はこうやって MIDI のデータをワントラック打ち込みます上にコードがありますがこのコードはあろうがなかろうが関係ありません Studio One の方ではこのコードがなかったとしても 上に上げるとですね、ちゃんとコードを示してくれます。Cubase も基本的には同じことです。ですから、そちらの方をやりました後ですね、ファイルから MIDI の書き出しをします。別名で保存を選んでですね、MIDI を選択します。そして今回はダウンロードホルダーに保存をしたいと思います。 こういうい注意がありまして保存が完了しました保存が完了したファイルはですねこうやって見るとですねここに2020年5月29日のファイルができていますそれをですね維持キーの方にドラッグドロップします そしたらあ、まあこのようなあ注意が出るんですけれどもそのままインポートしますするとですねこのようにちゃんとですねコードも分析された状態でデータが入るわけですそして気をつけることは Studio One では間違いなく CM7 を選択したんですがなぜかですね、えー、c の B になってその後1小節終わってから Cmaj7 になるとここがですね小節単位に僕が打っておけばよかったのかもわかりませんがミディのデータは2小節単位でコードチェンジをしておりましたのでもしかしたらそのことが原因しているのかもわかりませんまあそうやってですね EG キーはこうやればここにわだわだですねコードを 打ち込む必要もなくですね。えー、そこがあの便利になったなと思われます。そしてまあ、どうしても編集が必要な場合はここで編集すればいいわけです。次に EgBase のお話に移りたいと思います。EgBase はさらにもっと便利なところがいっぱいありまして、例えばカーソル自身がこの d a の画面と連動するとこういうところもとっても進化したんだと思いますそして同じように MIDI をドラッグドロップで持ってきたいと思いますはい このように持ってきました EasyBase ーーーのまだまだ弱いところはですね c m ブ7を打ってる割にはここは C と判断をしているところです今は CmaCm のようにメジャーとマイナーもしくはここでですねこのコード入力を入れた時に ベース音を選択できると思います C 音 B を選ぶとですねこういう形で表記されますでも C メジャー7を作る機能は今のところありませんマニュアルにありますように次期のバージョンでは対応していきたいということが書かれておりましたでもこのようにですね 一度 DAW の方でコードをさえ入れておけば今まで僕は二度手までここにコードを打っていたんですけれどもそれをする必要がありませんそして今消しましたように余計なものを作ったりした時ですねこういう時も普通の Windows もしくは Mac のですね標準的な動作 デリートでコードを消去したりすることもできますそしてここからが EasyKeys の方も EasyBase もそこはある意味一緒なんですけれどももっとですね複雑なコードに入れ替える機能があります入れたいところが1つのセクション全部ならこういうふうに上の グリーンになっているセクションを選べばいいですしコードのこの最後だけフィルを入れたいもしくはこれを分割してそして最後のフレーズにだけ入れたいこのような場合ここを選択しておいてですねそしてリプレイスミディという機能を使いますとこういうふうな形になります。 その中でフィルの4分の4を選択するとフィルっぽいフレーズばかりがここに並びます聞いてみましょうちょっとボリューム小さいですねもうちょっと上げましょうはい、えー、ですからここでですねもうこれを選んでる時点で下のおエリアは変わってるんですねでも 最終決定はここで確定をします、はい、そしたらこういうようなあフレーズができました DAW と連動する時は、まあ、大抵の DAW のスタート・ストップいわゆるスペースキーを使えばいいんですけれどもこちらの EasyBase ーーーでやるときはコントロールのスペースこれで Easy ーーキーだけ聞いてみることができます こういうふうにですね、えー、と今速さは全く合ってませんでしたけれどもこのようにでーーーでフレーズを入れ替えるとうのはとっても便利です今選択した領域を普通のフィルじゃないフレーズで入れ替えてみることにします一度聞いてみます。 今じゃあこれを入れてみようと思った時は先ほどと同じようにリプレイスミディを選択しましてそしてセーブをするとここが入れ替わります。もう一度今度はラ a w の方で一緒に聞いてみましょう。 はい、こんな感じになりますもちろんここからですね下の MIDI をダブルクリックすると編集の画面に行ってですね編集ができるようになりますショートカットキーはグリ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 回す時にいわゆるマウスホイールを回したらですね上下に移動するんですけれどもコントロールキーを押しながらやると左右ですね拡大できまして 移動するときはシフトを押しながらこうやって移動するとショートカットもとってもよく聞いてるんですが今僕の方はトーントラックに質問と要望を出していますそれはですねせっかくとっても便利なですね例えばこれをスライドさせるような機能がここにあるわけなんですけれどもでもこれのショートカットがないがためにですね 案外マウスでやってると手間がかかりますもちろん双方もそうなんですけれどもここらでスラップを入れたいと思ってもですねマウスで選択しないとできないということがありましたので僕の方でトーントラック社の方に質問を出しておる次第ですこんな感じででも EasyBase ーーーはですね音色は2色しかありませんベースの方は 主には2タイプヴィンテージとモダン今モダンですがヴィンテージにするとこういう風に切り替わりましてそしてエフェクトが少しかけれるというそういう状態であとプリセットを選べるというそういうものなんですけれどもまだまだ他のベースソフトに比べるとですね音を作るという意味ではまだまだですので、まあ、それをですね自分の得意な ベースソフトにこれをドラッグドロップして持っていくということも使い方としてはいいんではないかなと思いますが音自身は悪くありませんので初めての方は e a s y b a s それでもいけますしいつも僕が好んで宣伝している UJAM なんかはそこちょうどバランスのよく取れたベースソフトウェアになっているんではないかなと思います。 思われますいろいろ選択肢はあると思いますけれども EZ シリーズのコードを入れる時に便利な機能を今日は説明してみました村長でした。